皆さんこんばんは、てちんです。ただいま深夜の1時15分なんですが、なんかすごく気づきお腹が空いてしまって、ちょっとこのままだとおっぱいが出ないんじゃないかという不安に駆られ、納豆卵かけご飯を今から食べますという動画です。それではいただきます。お漬物、これね、納豆を食べる動画はちょっとさすがにどうなんかなって思ったんだけど、さすがにどうなんかな、なんだけど、ちょっと、今日はね、納豆の話したんだよね。毎日納豆食べてたんだけど、今日の夜だけ納豆食べてなくて、毎日納豆食べてるんだって話したのに、今日食べてなくてさ、食べなきゃって思って。うん、やば、美味しい。え、でもなんかちょっとバランスが、お米入れすぎた。実はこの納豆卵かけご飯、思い出の味なんですよ。夫がね、本当に付き合った当初お金なくて毎日納豆ご飯食べてたんだけど、朝ごはんにいつも作ってくれてたんだよ。ご飯をよそって納豆をもう混ぜて、タレもちゃんと混ぜて乗っけてくれて、そしてそこに卵も乗っけるっていう納豆だから、スペシャル卵かけご飯って言ってたかな、彼は。それをね、朝ごはんに美味しい美味しいって食べるのが楽しくてさ、うん、お行儀が悪いかもしれないけど、うん、駆け込むよね。きゅうりのきゅうちゃん的なのも美味しい。はあ、平和な味だわ、美味しいわ。納豆本当に大好きなんだよね。この味だ。納豆って基本安いのに、なんかやっぱもうその時の癖でというか、いまだに最安値の納豆買っちゃうよね。まあ美味しいんだよ、最安値の納豆。どの納豆も美味しいんだよ。うん、生きてる、菌が生きてる。
美味しい。食べれば食べるほど美味しいってすごいよね、納豆。うん。5分で食べきった。美味しかったです。ごちそうさまでした。おやすみなさーい。